もピューキーです。今日もトロールコース一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、バウザーイズロストインザマンションということで、クッパの住む場所がなくなったということでしょうか。そして説明文に、マリオマストファインドバウザー、ワットザヘック、マリオはクッパを見つけなければいけない、それはなぜと書いてますね。知るかそんなの、こっちはいつもお前のせいでピーチ姫を探すのに忙しいんだよ。まあ今回のコースのテイストはクッパを探せと、そういうコースっぽいですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.01% で、久しぶりだね、クリア率 2% 超えのトロールコースって。いつも 0. 何パーセント台のばっかやってるからさ、意外とサクサクいけちゃうんじゃないんですかね。まあこんくらいの花にかかりませんよ。そして記録を取ると、開幕魚やるじゃん、開幕魚を振らせてくるなんてさ、久しぶりに言った気がするよ。だいたいこのぷくぷくもクッパの差し金なんじゃないの。一人で隠れてるんだよきっと。あのクッパカマチュだからいつもピーチ姫をさらうんだよ。それじゃあここはオンオフをしろっていうことか。できませんね。ここは何もしないでよかったのかな。この場所で留まっておけばオンオフが変わってくれるみたいな。なるほどね、今日魚多いね。しつこいんだよ、雑魚が。この館は魚をたくさん飼ってるみたいだね。一旦四角のブロック叩いてすぐ右に行く。あ今日上から降らせてくるパターン多いよ。これはどうすればいいんですか。あ何が綺麗だね。まさかここ右下に落とされるとは思わなかったな。このハテナ魚なんじゃないの。いや、そう思いました。読めてんだよこっちは。この近くは何もないね。一生やし。それじゃあここは一旦衣装エージを落としておく。そして右に渡れるっていう感じだね。ドッスン落とさなくてよかったのかな。別にドッスンより先に行けたかな。ここは隠しブロックあると思ってました。それじゃあここは P スイッチを押して、絶対魚飛んでくるよここ。ほらどんだけやってると思ってんだよこっちは。スタートレンだ、スタートレンだ。骨にやられる前にね、スタートしてやろうと思ったんだけどダメだったね。何コースから打てんだよ。諦めるにはまだ早いぞ。そういえばね、さっきの花火で思ったんだけど、今年各地いろんなところで花火大会があるじゃん。みんな行くかなと思って。僕ね、花火大会とか好きなんだけど、それ以上に好きなのがさ、花火大会で出てくる屋台があるじゃん。あれを食べるのがめっちゃ好きなんだよね。なんだろうね、屋台で食べる食べ物ってさ、すごく美味しく感じない。花火はいいからゲームに集中せ。それじゃあここは P スイッチの音が鳴り止んだんで、この黄色い土管に入っていきたいと思います。これで先に進めるっていう感じだね。この四角の枠でいい。よしよしよし。ザーマー魚からチェックポイントはなくない。え、どこにあるんだろう、この先。いや絶対そこ開くと思った。やった。まあまあチェックポイント1取ったんで、一旦このドア入ってってみようか。こっち何があるんだろうね。ああね、先に中間ポイント取っておいてよかったね。それでここは右に行けばいいのかな、左。やっぱあのドアに入っていかなきゃいけないの。そして右を失敗してたら先に進めたっていうことなんかな。一旦右を失敗していい。そしてフラワーが絶対左に出てきそう。やっぱりね。そんなことだろうと思いました。それじゃあここは左側でフラーを待っておけっていうことだったね。うなれ俺の中の煉獄竜。そしてその力を今解き放つ時が来た。くらえ S 級魔法ファイヤー。すいませんね、たまにしょうもない中二病が出てしまって。いや中三病ぐらいにしとく今度から。それじゃあこの黄色い土管に入っていきたいと思います。今危なかったね。50コイン、このハテナはなんだ。コイン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 、僕思ったんだけどさ、これめっちゃ頑張ったらキノコ状態を残していけそうじゃない。ちょっと試してみていいかな。ここでスタートボタン押すでしょ。こっからちょっと持ち方変えるね。ちょっと見ててね。よっしゃキノコ状態を残していけました。これで先に進めば。待ってよ、せっかく中間ポイント1取ったじゃん。キャバ発見しました。おバカちゃんですね、ピヨキング兄ちゃんは。トロールコースでズルしても何の意味もないっていうの。ズルするのはスピードランだけでいいんでちゅよ。いるでしょたまにスピードランでズルしてみたみたいな、そんな感じ。ザマーピヨキング弟。
この下のオープンブロックの罠を回避したのはなかなか鋭かったんじゃない、僕の勘。それじゃあこのドアに入っていきましょう。そして羽が来てんな。いや絶対あの羽違うやつに変わると思う。もういいんだってお前は。いやどうなんだろうねここ。じゃあ羽信用してみる、この場所に。いや大丈夫なのか。それじゃあここは羽取っても一旦また地味になっていかなきゃいけないよね。いやキノコ状態残していきたいところではあるんだけど、まあやめとこう、また頑張ったら嫌だし。それじゃあこのドアに入って中間ポイントに。いやったのかこれは。いやどうなんだろう、まあまあ多分大丈夫と思う。いや耐久っぽい。いやこれ難しそう。これ絶対難しいよこの耐久は。次は右のツタ。いやダメだ、こういうのダメなんだって。僕ねツタは本当に弱くて、ちょっと早送りしていいかなこれ。いやダメだ、こんな身体験をみんなにちゃんと見せないと、情けないところもちゃんとみんなに見せないと、そういうチャンネルだろここは。いや次こそ行ってみせたいと思います。ここもうこんなのみんなに見せることができない。こんなの見せたらもうみんなにもう嫌われちゃうよ。やっぱビオキングって下手だなみたいな、編集でごまかしてんだろみたいな、そういうチャンネルだと思われちゃう。もうやめて。そろそろ勘掴んできたよ。多分この辺で行けそうだね。そして次はこの辺で行ってみる。頼む。残り20秒しかね。果たして僕はこのコースをクリアできるんでしょうか。意地でも行ってみせたいと思います。これがラストチャンスと思った方がいいで、ね、よっしゃ次だ。あー何やってんの。悔しい、なんでこれクリアできないんだろう。マジでむずっけこれ。いやここ入り直すよ僕は、絶対に入り直して。入れないの、マジリベンジ不可能。リナ、死に耐久名人としてこの死に耐久を攻略してみせたいと思います。わざわざスタートからやり直してきてまいりました。なんであの3つ目からだね、もう長くなりそうなんで3つ目まで飛ばさせてもらうね。さあこっからなんだよな、こっから本当に難しくて、右ギリギリまで寄せてジャンプ。今のいけてもいいやんね、絶対おかしい、判定おかしいと思います。任天堂さん早急にアップデートもらっていいですか。ダメだ、もう僕に集中力が切れてきてる。こっからマジで本当に難しいんだよね、最後はマジで難関だよ。ギリギリまで右に行こっか、そしてこっからジャンプ。足いって思いっきし自分の足叩いてしまったけど、さあこっからちゃんとやられたいと思います。こう。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッド。はい、それじゃあやっと進めるね。こっから右の土管に入っていくと、この四角の枠なんだろうね。うわっ、いや絶対合ってる、このキノコは合ってるよ。でもっかいフラワーを取っていけみたいな、うわそんなことだろうと思った。多分2回待たなくちゃいけないんだろうね。それじゃあここでね一旦キノコ取るでしょ、そして次にフラワーが出てくるみたいな感じだと思うんですよね。あれ違うね、フラワー出てこんやったらこの先どうやって進むんだろう。さっきやられたよね。なんで今度いけるようになってんだろうね。でここでフラワー取れと。違いますね絶対ここは。うわ誰か落ちてくんの、あれこっち合ってるパターン。いやでもノージャンプって書いてるから違うのか、私耐久とかじゃないだろうな。あ中間ポイントじゃん、やめてよ、頼めってだーっ魚。たまには役に立つじゃねえか。そんじゃここはジャンプすんなってことだったね。そしてバブルが落ちてきて氷を溶かして下のドアに入っていけた、そういうことだと思います。さあラストって書いてる、ここがラストなんかな。中間ポイント2から早いよね。右か下か1/2、僕は右を信用したいと思います。いや僕思うんだけど、隠しブロックって一番ずるくない、どこにあるかわかんないんだよ、絶対引っかかるじゃんそんなの。それじゃあここはボム兵で右のブロックを壊したらゴールがあるのか、どうなんだ。いやったー、危ねー。
どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオスルリということで、このコースですね、パックンの間をすり抜けていけと、そういうコースだと思うんですよね。ただこのコース見ての通り夜ステージなんですよね。っていうことは絶対に風が吹いてくるから、その風の抵抗を受けても微調整しながら降りていけと、そういう鬼畜コースだと思うんですよ。いや今自分で言ってて本当に不安になってきたね。このコースクリアできるのかって、絶対風吹いてるよね。いや風より前にさ、唇植物立派に咲きすぎでしょ。どっから降りていいか全然わからんやん。とりあえず適当にヒップドロップしてみていいかな。やっぱそうなるよね。想定外だよ、このパックンの多さはさ。風の抵抗を受けながら下に降りることすら難しいのに、この見えない状態で間に入れと、そんなのむずすぎんかっていうかこれスピンジャンプで行っていいんじゃないのかな。そしたら上のパックにやられることはないよね。こっから間に入っていく、多分これが成功法だね。もう攻略法は分かりました。皆さん見ててください。これでちゃちゃっとクリアしてみせますよ。お母さん、今日は待ちに待ったスカイダイビングの日だね。今日は風が強いけど大丈夫かな。ピオキング、気をつけるのよ。周りには人食い植物っていう魔物がたくさんいるからね。お母さん、任せて僕に。心配性だな。それじゃあ行ってきます。誰だ、わしの息子を食べたのは。右の植物だろ。どの辺かわからないけどな。見てろピオキング、敵は撃ってみせるさ。雑魚は引っ込んでる。不器用ね、あなたたちは。本当に植物っていうのはね、愛情を注いでいかなきゃいけないの。愛情を注いだ分だけきっと植物は応えてくれるはずだから、見てなさい、私がどれだけ植物を。この唇植物が。お母さん、わしにリベンジさせてくれないか。愛情を注ぐことは分かった。ならばその唇植物の唇にわしの唇を。チュッチュッチュッ。くせえ唇近づけんな。そろそろ真面目にやっていいですかね。この隙間に入るのが。やっほおいえマリオさん、なんか急にいけてびっくりしましたけど、いや本当に難しかったねこのコース。でもね、なんかスピンしてたら風の抵抗を受けてなかったような気がするね。なんで間に入ることさえできれば何もしないでよかったのかな。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。